い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。それでは三国志13パープギット続きをプレイしていきましょう。今回はですね、曹操の脅威が迫っているなというのを感じつつ、今回は炎術討伐に、出ていきたいなと思います。でちょっと軍勢の数が足りないかなというところもあるので、とはいえこれ以上の軍勢を避けないという事情もあり、牢屋から少しだけ兵を出していこうかなと思ってます。かしこまりました。我が命に変えましても、報告します。よかろう。そしたら光純も制圧に乗り出しましょう。城塞をいきなり攻めるっていうのもな、ちょっと怖い気はするんですよね。で制圧は進んでるのかというとどうなんだ。敵軍が何、勝敗に95,400。ちょっと待ってくれ、恐れていたことが現実になりつつある。95,400、そんなバカな、マジか、呂布に滅ぼされるっていう。とりあえず勝敗に軍勢を集めましょう。で光純は一旦帰らせて、その上で牢屋から出兵させましょう。まずいな、孤陸が奪われる。さらに領も奪われるな。ここは勝敗で迎え撃つしかないか。牢屋からも出陣だ。勝敗、ここを失うわけにはいかない。我が命に変えましても、いやー、炎術討伐の隙を突かれたな。当然だ。まあまあだな。采配戦闘を行いましょう。まずは宗人を木っ端みじんにしてやろう。あ、軍技もね、今回のパープキットから新しい内容ですよね。軍技ではこれから始まる戦闘について使用する戦術と部隊の初期配置を決めます。最初に総大将が三陣を選びます。三軍ですね。三軍は参戦する武将に応じて使用する戦術を選び、戦場に配置したり部隊の初期配置を変更したりします。三軍が決めた戦術や部隊配置の内容によっては他の武将から進言が発生することがあります。進言を行った武将は三軍とは別に戦術や部隊配置を提案、どちらを採用するか総大将が決められます。
参戦する武将の異名に応じて選べる戦術が変わり、持ち込める戦術の数は戦術力によって決まります。戦術力は参戦する武将の中で最も知力の高い武将の知力と全員の知力の合計値によって決まります。ここは陳旧に頼むか。兵法に照らせば敵三軍陳村の策はおそらく隠蔽縄なんちゃら戦術です。これなんて読むんだろう、難しいですね。我が策に従えば決して難しい相手ではありませんということですね。まあ全員が城内にこもる感じだね。まあいいでしょう。ちょっともう一度確認しましょう。基本的には城内で迎え撃つ方がいいもんね。となると騎兵呂布は弓か。でさらには、ああそうか、呂布をうまく使うんだったら総大将の呂布を出すのは危険な気もするけど、敵戦術をやめて でも69だから足りないのか。まあそしたら検索通りでいきますか。襲撃総戦術と敵戦術、配置場所は城の南側と、城門のところですね。我こそは天下無双の師呂宝仙、これにあり。どうしようかな。そしたらまずは長領の部隊を
かしこまりました。呂布は騎馬か。まあ呂布はいつでも動けるように。進め進め。お、敵の援軍だな。厄介だな、敵の援軍とは。かしこまりました。で騎馬隊はいつでも動けるように呂布の傍らにつけときましょう。お任せあれ。敵の援軍続々と来るね。さて守っていただくとしよう。さあまずは敵が寄ってくるので呂布にもうちょっと軍勢を集めとけばよかったかな。今更かな。かしこまった。敵軍が我が領内に向け出陣しました。あー、高陵に2万6000か。炎術の軍ですね、中軍ということは。高陵はちょっと廃棄せざるを得ないかな。さらに敵の援軍か。敵の援軍が膨れ上がってるな。さてとここで呂布がちょっとピンチといえばピンチなので一旦下げましょう。お、一騎打ちだな。我が娘を飼ってくれ。崩しと崩し。打ち取るまではいかないかな。それはそうとだ。大丈夫かお前ら。お任せよ。そしたらここいらでちょっと騎馬隊を始め陸戦部隊を前に出しましょう。呂布が壊滅するとまずいことになるんだけどな。もう挟まれてて動けないっていう最悪の状況になってるんです。
ここは特技を使っていくしかないけど、呂布がまずいな。行くぞ関東。ちょっとうまくあれだよね、弓兵を使えなかったな。クソ、我が娘がやられたか。で今敵の動きはというと、全軍が北側、今のマップでいうと上の方から来てるんで、ちょっとここに布陣をさせ直しましょう。機動強化とかあんま意味ないからな。なんとかここは守りきりたいところなんですけどね。味方の援軍がまだ到着しないか。敵の本陣を狙う。この弓でガンガン攻撃を加えつつ、城門が突破されたな。読みが甘かったか。おれ、皆の者、行くぞ。援軍が到着したな。戻ってきたな。だが遅い。先に敵の本陣を突く。まずいな。ただこのまま展開してると
さて、戻っていないですよ。先に味方の軍勢が壊滅するな。しかも敵も援軍が到着してるから。本陣を守備するしかないな。いやー、これは早速ゲアする羽目になりそうだな。援軍が到着したぞ。呂布軍は3万か。敵はくー5万。これ以上味方に援軍は期待できないからな。我が策披露しよう。なんだ、押し負けたか。陳宮も退けられたか。ただ敵は一斉に本陣の守備に戻ってきてるな。後期一旦兵を休ませましょう。何、曹操自らが来たのか。こっちは弓と騎馬しかいないのか。曹操狙いたいけど、曹操はどこにいる。1万4000か。曹操軍さらに敵の軍勢膨れ上がってくるな。いやー厳しいな、さすが曹操軍。両夫にもうちょっと軍勢の数割いとくべきでしたね、まあ、今となってはですけど。ただこれはまたとない好機。曹操打ち果たそう。お任せください。曹操が全面に出てきてるんで、こんな好機はそうそうないですよね。そうそう、みんなで囲むんだ。弓兵なんていないからな。曹操なんとかなんとかならんか。いや本陣が落とされるな。
勝敗を落とされるか。いやー、家庭に入ったけど、これは非常にまずいな。さらに光陵も敵の攻撃にさらされるもんね。いやー厳しいな。まさかこんなことになるとは思わなかった。展開が早すぎる。というわけでちょっと今回曹操軍と一戦交えましたけど、早々にゲアせざるを得ない可能性も出てきたというところで、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとあのこんな感じになってましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。